メグ・ザ・モンスター導入のあらすじ。中国から200マイル離れた海がありまして、とにかくとっても遠い、もう海のど真ん中みたいな、そこにですよ、世界一の海洋研究所があるんですよね。海のど真ん中に立ってんの。なんかとにかくハイテクなんですよ。もうまさにザ・世界一って感じ。実際女の子の子供がその海洋研究所の廊下とかでなんかおもちゃ遊びしてる、よくわかんない光景とかも見れたりするんだけど、重大なマシンとか勝手に操っちゃわないかなとかさ、なんか思っちゃうけど、まあそういう、それぐらいフリーダムなね、あの研究所なのよ。なんか女の子が履いてる靴とかもなんかやけにピカピカ光ってて、ゲーミング PC みたいな、なんか何もかもとにかく履いていくなんですよ。でここでね、そのマリワナ海溝について調査してるんですよね。なんか深海は実際何メートルとされてますけれども、実はその深海のさらに下の方に深海があるんですよみたいな、ちょ滑稽じゃねこの絵何やってんの僕これ。深海のもっと下の、要はゾーンがあると、もっと海は深いんだみたいな、まあ、そういうのを調査してて、で調査班のクルーがね、その潜水艇に、乗りましてですよ。で行ってきますって言って、海底に行ってくるの。行くと本当にね、その深海の底だと思われてた部分がそこじゃなくて、それを突き抜けるとさらに深海の下の世界が広がってるわけですよね。もうクルーもふわーという感じよ。大発見ですよ。まだ見ぬなんか深海生物みたいなのも、まあきっとちらほらいるんでしょうよ。私は調査船のクルーです。ふわー。あ、ヌタウナギ。チョウチンアンコ。カナダミズヒキガニ。あと、何？クルーも大興奮なんですけど、そこでね、まあレーダーがプインプインって回ってて、この調査船にね、バーってなんかバカでかい影が近づいてくるのがレーダーに見えるんですよ。でかくねみたいな。そしたらそこで通信がブツッて途切れちゃうんですよね。なんかトラブルが発生したんだっていう風になって、よし、じゃあ救助に行こうってことになるんですよね。で救助に向かうのはジョナスっていう男ですよ。まあ、これがジェイソン・ステイサムなんですけど、彼は昔そのこの要は海のなんか救助班クルーとして仕事をしてたんだけど、昔その救助の仕事中に何人もの人間を死なせちゃってるんですよね。で死なせちゃってるっていうとあれだけど、彼が 100% 悪いわけじゃなくて、あのその時に彼も何かめちゃくちゃ巨大な生物が近づいてきてるっていうのがに気づいて、それで今助けられる最低限の人たちを助けるために他の人たちを泣く泣く助けないことにした、見捨てることにしたみたいな、全員死ぬよりは助けられる分助けようみたいな感じよ。もう本当に苦渋の決断で、でもそれで結局そうやってその人数助けても海上がって戻ったら、お前なんで他のやつらを見捨てたんだみたいにすごい言われて、いやでかい生物が来てたんだよって言っても、お前そんないるわけねえだろ、お前頭おかしくなったのかよとか周りにも言われて、もうそんなんだからもうチェーっていう感じで仕事を辞めてた男なんですよ。もうある意味トラウマになっちゃってて、だからその話を聞いてしゃあねえなって、また助けに行くことになるわけですよ。そしたらですよ、もうバカでかいサメがいんの。サメみたいな。はーい、仲間どこだい。すごいのよ。だからそのサメは古代ね、もう何万年も前、何百年も何百万年も前に絶滅したと言われるメガロドンなんじゃねっていう風になって。そいつがこの深海のさらに深海で生きていたんだと。そいつが凄まじい凶暴性で追っかけてくるのも襲ってくるわけですよ。潜水艇がこれくらいだとしたらもうサメこんくらいみたいな。あー助けてー。太古から息づいていた超巨大ザメメガロドン。海洋研究所の人々はこの脅威にさらされることになりますが、果たしてみたいなお話です。こんにちは、貝柱です。青汁いただきます。本当にもうバカでかいんですよ。なんかこんなでかいんだみたいな。パッと見ポスターだけじゃあんまでかさわかんない。いやまあこれ見たら確かにでかいなって感じだけど、動いてるの見たらもうよりバカでけえなっていうのが思って、こんなマジでいるんかぐらいの。そう、あとなんか深海生物で言えばね、ダイオウイカみたいなのも出てくるっすね。
ダイオウイカがなんかその潜水艇のガラスみたいなところに吸盤でベタって貼り付いて、これも結構いいんですよね。その潜水艇の窓にこう吸盤がペタって貼り付いて、それを内側からこう見てがんじがらめにされてるシーンみたいなところとかがね、結構いい絶望感というかね、怖って感じ。しかもこのサメメガロドンなんてもで超凶暴なの。もう普通ちょっと銃かけてバンバンとかやればさ、野生の生物なんてビビって逃げていくじゃん。全然逃げないの。むしろ向かってくるみたいな、撃ったらなんだおめえみたいな感じでバーンってさ撃ったら、こんな危ねえやん。だからバーって撃ったら逃げるかと思ったら余計なんか怒っておめえ何撃ってんだおらみたいな感じでガーってこっち向かってくるみたいな本当にね喧嘩早いサメちゃん、怖いっすね。だって深い海の底でさ自分だけポツンみたいな、でそこになんか魚影がさ、魚影ってくるじゃん、ピピって泳いでて、もうそれ見るだけで怖いっていうか、海苦手な人とかそういうでっかい深海魚系のあの画像とかあるじゃん、ネットに。ああいうの見るの苦手な人とかはもう絶対見た方がいい。最高に怖がれると思います。もちろん普通のねパニック好き、ホラーズパニックスリラー好きの人も、サメ映画好きの人もって感じ。でもなんかでもね、なんかちらっとそのサジェスト、メグザモンスターでサジェストで調べたら、メグザモンスターひどいとかつまらないみたいな声もあるっぽくて、サジェストになるってことはね結構ね、要は多いってことでしょ。その子意外と思って、こんなめちゃくちゃ面白い映画がそうなんだと思って、この映画見て興奮しない人いるの、アドレナリン出ない人いるのとか思ったんですけど、まあ、よくよく考えてみればそのリアリティはないので、リアリティ、そもそもリアリティのあるサメ映画なんてものを僕は知らないんだけどまあいろいろぶっ飛んでたりはするので、そのサメちゃんのその行動とかもそうだし、だからもしかしたらそういう面で冷めちゃう人はいたのかもなっていうか、でもあれですよ、あのほら空気読めないやつとかいるじゃん、今ここでその話するみたいな、こっち楽しんでんのに急に今日そがれるような発言するやつ、ここのシーンはあれだから、ああいうどうのこうのが発生して本来はこうでなくてはいけないからおかしいとかさ、なんか科学的にはこのシーンはどうこう見てみたいな、いやそんな科学だどうとか いらんねんとか思うのに、なんかいちいち言ってくるやついるじゃん。なんかこっち別そのリアリティどうこう以前にフィクションとして楽しんでんねんみたいなのにさ、なんかこう競争いでくるような発言するやつってまあ一定数いるじゃん。多分そういう人は合わないんだろうね、こういう映画に。なんかアマゾンプライムで僕見たんですけど、アマゾンプライムだと本編の最後にメイキングも見れて、このシーンどうやって撮ってたよみたいな、これもめっちゃ面白い。あの撮影の時に本当の海と海のように見せるプールのセットを作って、その両方を、ま、合成して、作っていったみたいな感じなんですけど、すごいのね、そのプール作ったプールとかもバカでかくて、でっかいグリーンバッグ敷いて海で、あのジェイソン・ステイサムがブワーって引っ張られるシーンがあるんですけど、それとかもプールの方でワイヤーをつけて、それでブイーって引っ張って、なんかそれっぽくしたみたいな風に言ってて、ね、あすごいなって。ここから先中盤以降のネタバレ含まれるので、メグザモンスター見てない人気をつけてください。ここからネタバレで感想言っていこうと思うんですけど、もうとにかく僕が血の気引いたシーンね、あれっすね、多分あの同意してくれる人多いと思うんですけど、あの研究所でさ、要は海洋研究所が要は海のど真ん中にあるじゃないですか。で要は海の中も見れるようになってる、水族館みたいにガラス張りになってて、でそこにいろんなそのクジラだとか、なんかグッピーだとかグッピーはいねえけど、いろんなまあ魚や魚じゃないのとか泳いでるじゃん、水族館みたいに見えてさ、ね、それをその子供がバーってそこ見ててしたら、正面にもうこんなでっかいサメちゃんがブワーって、もうガラス越しに本当に鳥肌立ったっすね、あそこね。こんなよ、こんな、こんなよ、もっとよ、この部屋2つ分ぐらい、4つ分くらいあるかな、それがブワーって。僕のこの映画のベストカットはもうここっすね。でまあなんとかぶっ倒したぞイエーイみたいになるじゃないですか。で死んだ魚をあの吊り下げる変なやつあるじゃん、あれみたいにこう吊り下げてさ、でっ
かいやつを。で男が一人 そのサメの横で写真撮ってくれよみたいに言ってんのね。そのサメの口に顔入れろよみたいな遊び半分で言ってて、もういややばいやばい生き返るんじゃねとか思って、もうあの頭のサメの頭の中に入れたらこの死んでたと思ってたサメが生き返ってこれ食べるパターンだ、うわやば怖っとか思ったら、あのその状態のその写真撮ろうとしてたその男とその死んだサメがいて、その横から新しいもっとでかいサメがドーン、こんなこの こっちよりもっとさらにでっかいのがいて、 うわー2匹目普通はその死んだと思ったサメが生き返ると思うやん。そいつが多分この映画上のきっとボス、ずっとボスなんだろうとか思ったら、もっとやばいやついてって拍手したっすもんね、ここ。うわーっつって。怖すぎて笑っちゃった、僕。なんだっけ、カヌーを漕いでる人の下を通っていく、そのでっかい魚影とかさ、そのサメの。あれとかもシルエットになってて、まあ、いつも僕はシルエット萌え、シルエット萌えとかバカみたいに言ってるじゃん。で、これもシルエットなんだけど、いや、燃えられん。怖い怖い。本当に。燃えてる場合じゃないよねっていうさ。このサメにだからジェイソン・ステイサムが立ち向かうっていう。ジェイソン・ステイサムももう、ほら、めっちゃ強い男としてさ、もう映画にもたくさん出てるじゃん。もうそれが、そのジェイソン・ステイサムもってしても勝てんのみたいな。好きなのが、で、研究所の謎ハイテクギミックがあって、なんかレトロフューチャー感あるんですけどね、デザインが。レトロフューチャーをもうちょっと洗練させた感じというか、なんか潜水艇とかも、だから知ってる人はわかるかもだけど、グレンダイザーの UFO みたいな。これのギミックとかが見ててワクワクするんですよね。その潜水艇でバカでかいサメと海中バトルするっていう。もう海中で戦ってんのにね、なんか空中戦みたいに見えるっすよね、あそこね。ブイーってもうこんな、サメも速いし、この U、なんか潜水艇も速いしみたいなので、それでもう追いかけっこして、サメ映画の枠をだから超えてるっていうか、もうサメに対抗するレベルの機材じゃないよねっていう。でもそうでもしなきゃ勝てないサメもすごいよねっていう、本当にはちゃめちゃなね、ドデカバトルがね、展開されて、面白かったっすね、これね。で、まあ、ジェイソン・ステイサム演じるジョナスっていう男は、だから過去にそうやって仲間を死なせてしまった過去があって、それがトラウマになってて、そのトラウマからの再生の話だったり、もしてね、その立ち直る、このこんな強いジェイソン・ステイサムみたいな、こんな屈強な男でもこういうトラウマがあって悩んで、でも葛藤して立ち上がっていく姿とかね、わかっこっちもなんかいいっすね、頑張りますみたいになるよね、本当ね。はい、そんな感じで楽しかったです。お疲れ様です。